そこだ。ほいほいほい、よいしょー、今のいいね。お、え、敵これ、多いな、やばいぞこれ。うわー、もう取れないかもしれない。いや、もう逃げよう。タオさん、どうもこんにちは、こんばんは、レッドです。今日はね、このイーダク使ってやっていこうと思います。イーダクはね、とてもいい性能をしてます。はい、よし、逃げれたかな。うん、あー、よかった。で、イーダクはね、ランクまで使えるか使えないかの話なんですけど、正直使えます。ちゃんとね、綺麗に立ち回りすれば使えると思います。うん、で、何よりヒットアンダーウェイがめちゃめちゃ強くて、蹴って逃げる蹴って逃げる、うん、っていうのを繰り返してれば勝手にダメージ溜まって、最後の、合計の結果の時には結構ダメージでポイントが稼げてるっていうような感じかな。なんか来てたけど、これバレてるバレてない、どっち、バレてはないけど、ちょっと逃げたいね。いる？で、基本はね、アルファ技とベータ技が強いから、どっちかを上げればいいと思う。うん、俺はアルファ技から上げます、いつも。だからアルファ技がおすすめです。いや、おっと、よかったね、開幕あんなにかぶってたのに死ななかったね。お、ちょっかいかけてきたな。で、基本的に回って、おい、お、ちょっと一旦逃げて回復飲んでから行きます。で、ガンマ技基本はあんまり使わなくていいかな。おいしょおいしょ、どこいる、おいしょ、当たんないのこれ。やってきたな、おいしょおいしょおいしょ。で、アルファベータっていうコンボが強いから、それ使っていきたい。ナイスカバー、ありがてえ。基本って、あぶれあぶれ、アルファ当たんない、アルファ痛い痛い痛い、雷全然近づけない。よしよし、割れた、これをもう一回行いたい。アルファ倒した、ガンマ痛い、まだ雷生きてんのか、これでも多分みんな瀕死だから。お、アルファベータ、相手にもダビいんのか、これやべえ、来てるぞ、おらおら、もうみんな死にそうなのに、ちょっと俺も死にそうなので逃げます。やばい、もう HP やばい、えぐすぎ。でも、この飯田くんの壁走りがあるので全然ワンチャンあるよ。素早かった。ゲームセット。さあ、今回も飯田くんを使っていこう。で、最初このガンマ技ね、どんどん使っててもいいよね。やばいやばいやばい、早い早い早い、飯田パワー早いよ。反動結構来るね、これ。うん。で、これ、ジャンプしてる間もすごい遅いから、ガンマ技はそんなに頻繁に使わなくていいかもね。うん。本当に逃げたい時とか、本当に攻めたい時。基本逃げに使った方がいいかな。攻めた時、反動で、大変だったらあれだし。さあ、ここの金のやつね、なかなか漁られてないからおすすめ。
飯田くんのね、このコスチューム当たったんですよ。うん。よくない?生徒会長っぽくて。でも走り方がね、すごいよね、飯田くん。こんな走り方してるの、ナルトぐらいでしょ、あと。で、意外とこれ壊れないんだね。はあ、ありがとう。意外とこれ勝手にね、壁登っちゃうから動きづらいかもしんない。こうやってね、入ろうと思ったら、こうやって、あ、こうやってやっちゃうからね。全然扉に入れないんだけど、飯田くん。いや、わざとやってないからね、これ。若干やりにくいね。慣れたら多分いいんだろうけど。ありがとう。これあげる、アルファーザ。アイテムボックス見に行くか。いいよ、今回仲間みんな優しくて超順調。来るか人。あ、いるわ。ここ助けて助けて助けて。せいしょ。このコンボね、楽しい。いや、楽しすぎるけど、ちょっと調子乗ったな。あれか、誰かドリンクのやつ取ったかな。取られたか。ちょっとカバーいけてない。ちょっと待ってね。ガンマ技でドン。オラ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 オ出るな一人で。ちょっと待ってね。どこにいる。そこだ。ほいほいほい。よいしょー。今のいいね。お、え、敵これ。よいしょ。どこ行った。プラスウルトラか。どこ行った。おいしょおいしょおいしょ。これ別パか。一旦逃げようか。みんないい感じに逃げれてるけど、爆豪が逃げれないかな。いけるか。やってんな相手。いや、強いね、飯田のパワー。飯田コンボ決まればいいんだけど。いやー、当たってないよ。カエルが来てなければ飲める。飲ましてくれ。いやー、これカバーいけねえな。今行くよ。よし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 。逃げつつ逃げつつだね。いろんなパーティーが混ざってんのかこれ。いてー。よしよしよし。結構上まで行けるな。市民助けてちょっとあれかな。回復できるようにしようか。
すごいさっきからあれだね。行く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 、俺が助けに行くからな。よーし、で一旦これで 50% が消えるから、ここで回復して次かっちゃんを救いに行こう。これさ、うららかのこれどうやって対応すればいいの。ほら来てる来てる来てる、おいしょ、武田下宿めちゃあるアイテム、ついでにお願いします。あ、もらっちゃった、ごめんね。来るな来るな来るな、回復回復、来い来い来い、おい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 、回復するよ、はい、おら、やばい、ふぅ、ごめんね、ここまでか。こんな近距離で、おーい、どうでしたか僕の飯田くんは。で今回ね、あんまりね1位取れるとこちょっと見せれなかったんですけど、実際使ってみて結構強いですよね。こういう不思議、こうやってアルファアルファアルファで最後ベータの技がうまく決まればランクまでも、使えるかなっていうふうに思います。で自分的にはやっぱり爆豪とかの方がランクまあ漏れるのかなって思います。でもたまに味方にめっちゃ強い飯田がいるので、うん、そうやって飯田くんを極めればこの子はやっぱ活躍できるのかなっていう風になります。今回はねちょっと3回目の試合もこれ取ってるんですけど、負けてしまってね、うん、いいところが見せれなかったんですけど、次はねチャンピオンだったことを取ったところをね、動画にしたいと思います。で現在プロ5ですね、もう少しでエースなので、エース達成の瞬間見たい方や、またヒロアカの攻略を見たいよって人はチャンネル登録してくれるとありがたいですね。少しでも参考になったらお願いします。じゃあまたねー。